ありがとう、おはようございます。それでですね、30人限定のイベントなんで、はい、はい、来れない方にも楽しんでいただきたいということでね、はいはい、今回はね、はい、イメキ今までの予告通り、お、うん、隙間男のグリーンバック素材を無料で配布しちゃいます。隙間男をゲットして、はい、じゃんじゃん自分の動画に隙間男を登場させてください。おー、どうぞ。はい、俺はね、ここに火を登場する。おー、もうやめろ。いい加減しろよ。ゲット方法は詳細欄にある隙間男をゲットだぜって書いてある右にある URL をクリック。ここからダウンロードができる。不安になることはない。調査欄にある文章を読めば間違いなくできる。何だよ。次は実際に隙間男を自分の動画に出演させよう。今日は Mac と iMovie11 を持ってる人向けに編集講座を開くんだけれども、はいはい、Windows 持ってる人は自分で調べてね。おお、クロマキー構成でできるから。撮影にも編集にも興味ない Mac も iMovie11 も持ってないよっていう人は途中で参考動画として、くったらない動画をお見せするんで、うん、それ見て楽しんでくれたら嬉しいよ。ゆうやが体張ったから。早速、隙間男を登場させる、させられるように、一から説明するぜ。まず、iMovie11 を開いてください。iMovie11 の環境設定の中に入ってください。高度なツールを表示というところのチェックボックスに、ワンチェック！隙間男を登場させたい。自分の動画素材をイベントに読み込んでください。いい、読み込んで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 、できたかな、できたかな。はい、読み込み完了。そしてこれをプロジェクトにこういう風に入れます。はい。ダウンロードした隙間男のグリーンバック素材を同じようにイベントに読み込んでください。読み込むのにこれ時間かかるんですよね。取り込み完了。そしてプロジェクトの自分の動画素材の上にこうかぶせる。かぶせるとグリーンスクリーンという項目がこちらにね、こう出てくるんでね、これクリックするとこれでね、実はもう合成完了なんですよ。ちょっと見ていきましょう。どうぞ。はい。あとはね、これもう少し綺麗にねするために、こちらをクリックしていただくとね、クリップの調整っていうのが出てきますんで、ここをクリック。そして背景の最後のフレームを取り除くにチェックを入れます。はい、なんで今ね最後のフレームを取り除くにチェックを入れたかって言いますとね、これにチェック入れるだけでね、綺麗にグリーンをね抜くことができるんです。はい、もうこれはね、あとは隙間男が出てくるタイミングを自分の動画素材に合わせたら完了です。こんな感じでね、よいしょよいしょ、再生できた。はい、皆さん、隙間男の第一話見てくれました？あれ、カップヌードルに、こう、タバスコ超いっぱい入れてんじゃないですか。でも、本当は入れてないんですよ。皆さんも面白い動画をどんどん作ってくださいね。そしてみんなで作る隙間男の旅。旅じゃない、旅じゃない、みんなで作る隙間男っていう名前の再生リストをこう作りました。お、はい、この再生リストに皆さんの作ってくれた動画をどんどん追加していきたいと思ってるんで、まあどんどん作ってね、コメントにバンバン入れちゃってください。作ったよって。書いてくれたらね、俺たちが追加するから。そういうギブアンドテイクでいきましょうか。火をボーンと。いや、ふざけんな。そしてそしてその中から面白かった動画ベスト3をベスト 3をスカッシュの動画で発表して、おお、さらにね、この劇団スカッシュ T シャツをプレゼントしまーす。どうぞー。
め切りは3月31日までです。そうですね。の、あの、夜中の0時まで。だから、0時まで。4月1日に入っちゃったら、もう、エイプリルフル入っちゃうから。まあ、もう、ああ、嘘ついてる。嘘ついてる。思っちゃうから、こっち。ではでは、はい、みんなで作る、スキルマートちょっとみんなで楽しみましょう。動画、待ってまーす。待ってまーす。もう全部、ゆうやが書いてる方。ちょっと硬かったね。硬い、うん、でも結構良かったと思うんだけど、あのなんか2人の掛け合いのとこも台本なんですか。全部掛け合い、掛け合い、あのほらなんだっけ、あのそれはまだできてない。ダウンロードできたかな。まだでしょ。俺うまかった。うまかった。ここはでも俺台本うわでもここは俺今でしょって言ってほしかったの。えダウンロードできたかな。今でしょ。まだでしょ正解だよ。